してると思うけどさ、はい、あの団長もこよちゃんも緊張してきて今正座で、ま、あのお風呂のね、そう、あの前で脱衣所で脱衣所で正座で今いる、いつ脱ぐんだって脱ぎました、ちょっとそうここ今から入るみたいな感じで、のゆ先輩は下から脱ぐタイプ下から、こよちゃんはこよは上から脱ぐタイプでしたね。なるほど、この後、はい、なんかどうせ裸の付き合いするのに団長はできる限り裸を見せないようにちょっとワンピース状のやつに今ズボン履いてらしたから、そうです、そのズボンを先に先に脱いで、え、待って、でももうパンツ脱いだんだ見えないうちに下着になっちゃう、そうそうそう、あ、そうです、クーリーもちょっとスカートを脱ぐ前にパンツを体操服に着替える時みたいなね感じでね、やばい、もう男女あと1枚になっちゃった。え、これクリもだって、もうこれだってあれです、スカート脱いだらもう下テラーンそう、風呂入りたいとか言ったにもかかわらず、はいはい、あの本人すごい緊張シーンっていうね、ね、恥ずかしい、いや、なんかそう、いや、びっくりして、意外性、なんか団長ね、うん、もちろん、まあ、うん、緊張しいなんで、はい、緊張するのはまあまあ目に見えてたんですけど、はい、こよちゃんが、ね、意外とキャーみたいな感じでチャーって脱ぐタイプかなって言ったら普通に緊張してこれ事故なってないか、放送事故そう、事故、放送事故とかもうポーじゃあせーので、ね、あ、せーのせーのせーのね、はい、せーのせーの、うわーうわー、髪の毛であの先端を隠すあの、ノエル短いから髪の毛隠せないんで、ノエルは髪の毛が長いから先端を隠すマイクがね、しかも人型だからさ、はい、ちょっと緊張するよね、確かに第三者が見てるみたい見てる、これ